こんにちは。今回はガラスビーズ7つと丸小ビーズを編んでリングを作りました。では材料と製作の様子をご覧ください。では作っていきます。テグスに丸状ビーズを3つ通します。丸状ビーズを1つ取りテグスを交差します。ビーズをテグスの中央へ寄せます。右のテグスにガラスビーズを1つ通します。左のテグスに丸小ビーズを2つ通します。丸小ビーズを1つ取りテグスを交差します。右のテグスに丸小ビーズを2つ通します。左のテグスにガラスビーズを1つ通します。丸小ビーズ1つでテグスを交差します。このようにガラスビーズ1つと丸小ビーズ2つを互い違いに7回編みます。これでガラスビーズ7つを編み終わりました。残りのリングの部分を編んでいきます。左右のテグスに丸小ビーズを1つずつ通します。丸小ビーズ1つを取りテグスを交差します。この8の字編みをリングのサイズになるまで編んでいきます。リングのサイズになりました。左右のテグスに丸小ビーズを1つずつ通します。一番端の丸小ビーズ1つでテグスを交差し輪にしていきます。左右のテグスを隣の丸小ビーズ数個に通しテグス同士を揃えます。
これでテグスが揃いました。揃えたテグスを2回結びます。テグスをよく引き締めます。テグスをそれぞれ結び目の隣のマルショービーズ5、6個に通し、テグスを出します。形を整えてテグスをカットします。これで7つのガラスビーズの指輪が完成しました。ご覧いただきありがとうございました。